ウィン・フィンブルベトル。助かったよ。ごめんなさい。アイズ。呼ばれた理由はもう分かっているね。うん、なら話は早い。49階層での戦いの際、どうして前線維持の命令に背いたんだい？アイズ、君は強い。だからこそ組織の幹部でもある。内容の是非を問わず、君の行動は下の者に影響を与えるんだ。反省の色も見えるし、お説教はここまでにしておくよ。さて、アイズ、カドモスの泉を目指す前に、君に一つ頼みたいことがある。何？近辺の状況調査だ。カドモスの泉までの道中にいるモンスターは、十分に厄介な相手だからね。もしモンスターが溜まっていたら、排除してきてほしい。うん。状況は了解した。ご苦労だったね、アイズ。泉の採取はどうするの？ダンジョンの様相は常に変化し続けておる。あまり時間をかけてはアイズの調査が無駄になってしまうぞ。分かっているさ。クエストに挑むパーティーメンバーは追って報告する。今は疲れを癒してくれ。レフィア、少しいいか？はい。まだ真相の戦いにはなれないか？ちゃんとやらなきゃって分かってはいるのですが、あのクラスのモンスターが目の前に来ると頭が真っ白になってしまって。お前は合図と一緒に戦いたいのだろう？それならば、恐怖に打ち勝ち、魔導士の使命を。
無理だな、そりゃ。え？魔導士の使命だかなんだか知らねえが、モンスターにビビるような奴に足を引っ張られてたまるか。ベート、言葉が過ぎるぞ。はっ、憧れたのなんだの言ってるうちは、ザコは一生ザコのままだ。戦えねえならとっとと消えろ。気にするな。あのような言い方しかできない男だ。はい。さて、クエストの件だが、待たせて悪かったね。いえ、そんな、待つのも私たちの役目ですから。さっきまで暇あって文句言ってたくせに。ちょっとピオナ。それで、誰が行くんだ。うん、その前にクエストの概要を伝えておく。それは間違っていない。ただ、その注文されている水の量が厄介だね。カダモスの泉は採取できる水の量が限られている。要求量を満たすには最低2カ所は回らなければならない。どうするんですか？一つのパーティーで2カ所を回りますか？いや、それはあまりにも非効率だし、何よりも時間がかかる。僕たちの一番の目的は未到達階層の開拓だ。ここで余計な物資の消費や時間の浪費は可能な限り避けたい。だから今回はパーティーを2つ組んでクエストに当たろうかと考えている。そういうことだ。クエストについて質問は何かあるかい？ないようだね。じゃあパーティーの編成を伝えるよ。はーい、私アイツと一緒がいい。ちょっとティオナ、団長にお考えがあるんだから勝手に決めないの。それじゃあティオナもこっちに決まりね。それじゃの意味がわからないわよ。それに私は団長と。いいよね、ティン。それで君たちの士気が上がるなら無限にはできないかな。フィン、私はどうする？君はキャンプに残ってくれ。この後のことも考えて、ここまでで消費したマインドを回復させてほしい。やむを得ないか。アイズさん、頑張ってください。私ここで応援しています。何を言っているレフィア。アイズたちのパーティーにはお前が入る。私の代わりだ。問題ないな、フィン。これはもう作戦も何もあったものじゃないね。リベリア様、私はまだ。はい、レフィアもこっち。頼りにしてるからね。では、改めて整理するよ。一班は、アイズ、ティオナ、レフィア。そして二班は、僕、ベート、ガルス、そしてラウルといったところかな。よーし、じゃあ、みんな張り切っていってみよう。お、おー。
おい、ミン、こいつら大丈夫か？どうだろうね。大変です、団長！どうした？51階層からモンスターが、この階層に逃げてきて。なんだと？各員戦闘準備、急げ！先の戦闘で物資のほとんどを失っちゃったんだから。でも50階層で引き返しちゃうなんてさ。じゃあここからどうやって進むつもりなの？私もあんたもさっきのモンスターの液体で武器を溶かされちゃったじゃない。それは怪我人もたくさん出てるんだから引き返すしかないし、何より団長がそう決めたの。ほら、文句ばっかり言ってないで、早く撤退の準備を始めなさい。はーい。あー、暴れたりない。あんたまだ言ってるの？だって悔しいじゃん、せっかく50階層まで行ったのにさ。アイズもそう思うでしょ？うん、そうだね。モンスターパーティーです！ミノタウロス。団長、どうしましょう。数が数ですし。そうだね、早く済ませようか。そうこなくちゃ。じゃあ行くよ。このバカゾネス、モンスターを怯えさせるバカがどこにいんだ。だってモンスターが逃げるなんて思わないじゃん。無駄口を叩くな。ここにはレベル1の冒険者もいる。急いで排除しろ。あと何匹だ。多分手分けして探すぞ。出会った冒険者にも注意を促すんだ。ああ、めんどくせえな。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。手に持つ一本の剣でのし上がり、迎えるのはモンスターに襲われる美少女との出会い。響き渡る悲鳴、怪物の汚い方向、間一髪で飛び込み翻る鋭い剣の音。怪物は倒れ、残るは地面に座り込む可愛い女の子とクールに佇むかっこいい自分。ほんのりと染まる頬、自分の姿を映す潤んだ綺麗な瞳、芽吹く淡い恋心。結論。僕は間違っていなかった。あの、え、大丈夫ですか？立てますか？
逃げられたな、アイズ。あいつもあいつでよ、トマトみてえになってやんの。ゲームデータをセーブするんだね。ベル君、次のショーへ進むんだ。さて、この資料を届けて。エイナさーん。ベル君？いきなり5階層まで潜るなんて。もう、どうして君は私の言いつけを守らないの。ただでさえソロでダンジョンに潜ってるんだから、不用意に仮想へ行っちゃダメ。はい。冒険者は冒険しちゃいけない。いつも口を酸っぱくして言ってるよね。まだ半月のレベル1の冒険者がミノタウロスに襲われて生きて帰れたんだから。はい。とにかく無事でよかった。今度から気をつけるんだよ。あと血まみれで街を突っ切るのもやめようね。はい。それでバレンシュタイン氏のことだっけ。はい、アイズ・バレンシュタインさんについて何か教えていただけると。ギルドとして教えられるのは公然となっていることくらいだよ。本名アイズ・バレンシュタイン、ロキファミリアの中核を担う女剣士。剣の腕前は間違いなく冒険者の中でトップクラスで、神々から授かった称号は剣の姫、剣姫。たった一人でレベル5相当のモンスターの大群を殲滅したこともあって。そのくらいは僕も知ってます。そうじゃなくて、趣味とか好きな食べ物とか、あとその特定の相手がいるのか。そうです。今までそんな話は聞いたことないな。って、ダメダメ、これ職務に点で関係なし。そこをなんとか。あのね、君は冒険者になったんだから、もっと気にしなきゃいけないことがたくさんあるんだよ。そもそも君はもう神ロキ以外の神から恩恵を授かったんでしょ。ロキファミリアで幹部も務めるバレンシュタイン氏とお近づきになるのは、いろいろと問題があるの。はい。ネル君。はい、何ですか。女性はやっぱり強くて頼りがいのある男の人に魅力を感じるから、めげずに頑張っていればバレンシュタイン氏も強くなったベル君になら振り向いてくれるかもよ。はい。さあ、
今日はもう帰ってしっかり休みなさい。わかりました。あ、魔石の換金を忘れないようにね。あの、エリナさん、大好き。どうしたんだい、ベル君。ずいぶんとご機嫌じゃないか。え、そうですか。さっきの死にかけたって話は嘘だね。僕に心配してほしいからって可愛いところがあるじゃないか、ベル君は。あ、いえ、死にかけたのは本当ですよ。ミノタウロスに襲われたんです。え、ミノタウロスに？でもアイズ・バレンシュタインさんに助けられたんです。バレンシュタインさん本当にすごいですよ。あのミノタウロスを一発でやっつけちゃったんですから。おじいちゃんの言ってた通り、ダンジョンには本当に出会いがあるんですね。まあ、それは否定をしないよ。でも、夢を見すぎるというのはどうか。どういう意味ですか？あんな物騒な場所に、君が思ってるような真っ白サラサラの木娘みたいな子いるわけ。木娘。だいたい、アイズ・バレンシュタインだっけ？あんなに美しくてベラボーに強い女を他の冒険者が放っておくわけないだろう。いいかい、ベル君、そんな一時の気の迷いなんて捨てて、もっと身の回りを注意して確かめてみるんだ。君を優しく包み込んでくれる包容力に富んだ素晴らしい相手が。どうしました、神様。神様。あ、いや、すまない。少し考え事をね。さ、ステータスの更新が終わったよ。紙に写すからもう少し待っていてくれ。ほら、君の新しいステータスだ。今回上がったのは…うわ、上がり方がすごいですよ、神様。ミノタウロスに追いかけられたからだろうね。神様、ここスキルの欄は何ですか？何か消したような跡がありますけど。ん？ちょっと手元が狂ったんだ。いつも通り空欄だよ。ですよね。何か早く強くなる方法があればいいんだけど。
冒険者さん。あ、あ、すみません。何か。これ、魔石を落としましたよ。どうかされましたか？いえ、すみません。ありがとうございます。お気になさらないでください。あお腹が空いてらっしゃるんですか？はい。もしかして朝食を取られていないとか？ええ、まあ。あ、そうだ。はい、これをどうぞ。大したものじゃありませんが。ええ、そんな悪いですよ。初対面の人にお弁当なんて。それにこれ、あなたの朝ごはんじゃ。
気にしないでください。私はお店が始まったらまかないが出ますから。そうだ、冒険者さん、お名前は何と言うんですか？あ、ベル・クラネルって言います。あなたは？シルフローバです、エルさん。戻りました。おかえり、ベル君。今日は随分と遅かったじゃないか。はい、昨日の分も頑張らなきゃって思って。じゃあステータス更新をしようか。ささ、上を脱いでベッドに横になっておくれ。神様、なんだか急いでません？あ、そんなことはないけど。あ、そうですか。しましたか、神様？なんでもない。ステータスの写しはここに置いておくからね。あの、なんで怒ってるんですか？怒ってなんていないよ。神様、これ写すの間違ったりしていませんか？ほら、攻撃を1回しかもらってないのにこんなに。神様、なんで僕こんなにいきなり成長したのかな。知るもんか。神様、こんな時間にどこ行くんです？バイト先の打ち上げだよ。君は一人で羽を伸ばして寂しく豪華な食事でもしてくればいいさ。神様。こんにちは、ベルさん。
また来てくださいね。こんにちは。また。僕。まあ昨日のお礼とあとお弁当をお返ししようかと。あのお口に合いました？あ、はい、とても美味しかったです。それならよかったです。じゃあ今日の分をどうぞ。そんな受け取れませんよ。私ベルさんに食べてほしいんです。あー、とても嬉しいし助かるんですけど、でもお礼だったら簡単ですよ。今日の夕食はぜひ当店で。約束ですよ。でも僕お金が。ダメですか？わ、約束しましたし。さあ中へどうぞ。カウンターのお席でいいですか？はい、大丈夫です。宮お母さん、冒険者様お一人ご案内です。あんたが汁の客かい？冒険者のくせに可愛い顔してるね。どうやら私たちに悲鳴を上げさせるほどの退職感だそうじゃないか。え？じゃんじゃん料理を出すから、じゃんじゃん金を使いな。シルさん、僕いつから退職家になったんですか？初耳なんですけど。えへへじゃないですよ。可愛いですけど。ほら、一品目だよ。今日のおすすめだよ。それだけじゃ足りないだろう。い
や頼んでないですって。若いに遠慮しなさんな。ベルさん、楽しんでます？圧倒されています。今夜の私のお給金も期待できそうです。よかったですね。ミヤ母ちゃん来たで。よし、今日は朝まで食べるぞ。そこは普通、飲むのではないのか。どちらにせよ、ハメを外しすぎるなよ。団長、お隣いいですか。ああ。よっしゃ、ダンジョン遠征みんなご苦労さん。今日は宴や。ベルさん、ベルさん。あ、はい、何でしょう。ロキファミリアの皆さんが気になりますか。あ、いえ、あの、ロキファミリアさんはうちのお得意様なんです。出身であるロキ様が私たちのお店をいたく気に入られて。そうだアイズ、あの話を聞かせてやれや。あの話、あれだって、帰る途中で何匹か逃したミノタウロス、最後の一匹をお前が五階層で始末しただろ。ミノタウロスって17階層で襲いかかってきて、返り討ちにしたらすぐに集団で逃げ出していった。そうそう、それで襲われてたんだよ。いかにも駆け出しっていうようなひょろくせえガキが。合図が間一髪ってところで細切れにしてやったんだよ。でもよそいつ、あのくっせえ牛の血を全身に浴びて真っ赤なトマトになっちまったんだよ。払いてえ。それでだぜ、そのトマト野郎叫びながらどっか行っちまって、うちのお姫様助けた相手に逃げられてやんの。情けねえったらねえぜ。あの状況では仕方なかったと思います。いい加減にしろベート。そもそも17階層でミノタウロスを逃がしたのは我々の不手際だ。巻き込んでしまったその少年に謝罪することはあれ、酒の魚にする権利などない。恥を知れ。ああ、ゴミをゴミと言って何が悪い。アイズ、お前はどう思うよ。自分の目の前で震え上がるだけの情けねえ野郎は、あれが俺たちと同じ冒険者を名乗ってるんだぜ。例えばだ、俺とあのトマト野郎ならどっちを選ぶってんだ。ベート、君酔っているね。聞いてんだよアイズ、お前はもしあのガキに言い寄られたら受け入れるのか。そんなはずねえよな。自分よりも弱くて軟弱な雑魚野郎にお前の隣に立つ資格なんてありゃしねえ。他ならない、お前自身がそれを認めねえ。雑魚じゃ釣り合わねえんだ、アイズ・バレンシュタインにはな。ベルさん、神様、ごめんなさい、遅くなって。どうしたんだイベル君、ひどい怪我じゃないか。まさか誰かに襲われて。ダンジョンに潜ってました。バ
は何を考えてるんだよ。そんな格好のままダンジョンに行くなんて。どうしてそんな無茶を。神様、僕強くなりたいです。強くなりたいです。ゲームデータをセーブするんだね。ベル君、次のショーへ進むんだ。どうしま、合図をジロジロ見てても胸は大きくならないわよ。違うよ、そうじゃなくて。じゃあなんだって言うのよ。なんか合図元気なくない？そうですか、いつも通りに見えますけど。そうかな。まあ本人に聞くのが一番手っ取り早いか。ねえ合図、なんか落ち込んでる？ミノタウロスの群れを追いかけていった後から暗いような気がしたからさ。何かあるなら聞くわよ。そうですよ、アイズさん。私たち、仲間じゃないですか。うん。さ、後が使えてるんだから、そろそろ出ましょう。アイズ、なんかあったら言ってよ。うん、ありがとう。やっぱりしましたね、アイズさん。うん、アイズさんはこれからどうするんですか？ステータスの更新に武器にしてもらおうって思ってる。私はやめとくわ。こんな疲れが溜まってる状態で武器の相手はできないもの。私も夕飯まで部屋でぐったりしてる。レフィアはどうする？私も今日は遠慮しておきます。じゃあ行ってくる。やっぱりアイズさんが一番乗りやったな。みんな遠慮しとんのかな。そうなんでしょうか。確かめてみたらええ、自分でな。俺もじゃあ始めるで。はい、はい。ステータスにはロックかけとるけど、これ見られたらアイズさんのステータスもスキルも丸わかりやからな。ヒエログリフは普通のもんには読めんちゅうても、リベリアみたいな博学もおるしな。あ、アイズさんも読めるんやったっけ？少しなら。さすがやな。おい、終わり。これステータスの写し。ありがとうございます。アイズ、つんのめりながら走りまくったらいつか必ずこける。いつも言うとるな。そんでこれから何度も言うたる。せやから忘れんようにな。やあ。Ha ha ha!